どうです。いや、台風がね、すごかったんですけども、台風が去って今日は暑いですね。というのはまあさておき、そんな台風があった昨日ですか。パリでは、バレンシアガの19年の SS のショーが開催されまして、今回はですね、それを受けて、私のちょっとまあ、意見というか感想を言う動画にしようかなというふうに思います。皆さん見ましたか、そもそも。まあ昨日の今日なんでね、非常にホットな話題ではあるんですけど、私はIGTV ってところで動画で見ました。ブランド側が確かね、公式でこうポストしてる、ダイジェスト版みたいな、コレクションのダイジェスト版みたいなのがあったんで、それもさらーっと見たのでね、それを見ての感想となりますけども。すいませんね、昨日に引き続き、コレクションの話題になってしまいますけども、ホットなんでね、リアルタイムで、せっかくですから話しましょうと。いうところで言うと、まあ、率直な私のまず第一印象というか感想を申し上げるとね、コレクションを見た。いやー、過渡期ですね、と。昨日に引き続きね、何回過渡期と言うんじゃという話なんですけど、でも過渡期だなっていうふうに思いませんでしたか？思いませんでしたか？やっぱりね、なんとなくの感覚値で言うと、コレクション全体を見たときに、7割か8割くらいは、もうちょっと次の流れの方の、だからまあ私は、言ってる正統派モードみたいなね、外しとかダサいとかなんかそうじゃなくて、もう本当かっこいいのはこれだみたいな、こうバシっていうの方に多分移行してて、で2割から3割くらいにまあ今のまあちょっと流れを組んだようなアイテムがちょっと散りばめられてたかなと。まあロゴだったりちょっとオーバーだったりちょっとストリートの雰囲気漂うものがまあ2割から3割なので、もう大部分ですよね。大部分はもうちょっと印象は全く違う感じで、わあもう次ですねっていうか、ああもう変わりつつある本当に過渡期なんだなーっていうのが僕の印象でしたね。やっぱり変わりつつあるよねと、19年の SS で。でまあそういったまあ変わりつつある中でね、なんか僕が見たより具体的なデザインのね、じゃあ特徴的なところとか目についた印象的なところ。二つほど上げようかなというふうに思ってるんですけど、まず一つね、これまず一つみんな見た人みんな絶対思ったと思うけど、肩あれ、すごいなっていう、あんな肩見たことねえんだけど、もうパワーショルダーの域を超えた、なんじゃあれやっていう、本当になんかロボットの肩みたいな、こうちょっと人工物みたいな、ここに人工物とっつけてるというか、ちょっとなんていうかね、なかなか、建造物というか、人工、彫刻みたいな、なんかそういう、それほどこう、鋭角な、なんかこう、角が、スクエアのなんかものが出てきて、うわ、この肩なんだ、これ針金がなんか入っとるんか、みたいな。なんかその、まずこう、ショルダーですね。パワーを超えたショルダー。なんか、それがすごい、僕では、中では印象に残ってますね。まあ、全体を通してジャケットスタイル多かったじゃないですか。で、その多かったジャケットスタイルのほとんどに採用されてた、まあ、モチーフだったので、まあ、結構アイコニックなデザインの一つだったかなというふうに思ってます。それ一つね。で、もう一つ。こっちが僕的にはでかいんですけど。足元、靴です、皆さんね。見ましたか？あのね、スニーカーがことごとく姿を消してたんですよね。あ、メンズにおいて言うと。メンズの話しますね。一個もなかったんじゃないかな、わかんない。俺も全部じっくり足元見たわけじゃないけど、ほとんど革靴だったんですよね。革靴だったんですよ。だからジャケットスタイルに細身のスラックス、スリムのスラックスみたいのに、足元革靴っていう、もう、うわーっていう、今年の秋冬、だから18年の秋冬までのね、の流れとはもう全く違う足元になっていて、うわぁ、なるほど、これが一番変わったかもなっていう、足元はすごい印象に残りましたね、僕的には。超変わったなと。まあそんなところですよね。で、まあこっからは私のちょっと個人的なね、見解のお話になるんですけども、そんなのを見てね、まあ、憶測も入ります。主観も入りますが、やっぱね、デムナ・バザリアっていう人は、そのビジネスマンだなって、ちょっと思いました。ビジネスマンだなと。まあ、ね、実はそれがグラムの
意見だったとか、グラムがどれぐらいね、グラムバザリアがどれぐらいバレンシアガのね、あのビジネスにコミットしてるのかちょっとわかんないので置いときますけども、ただデムナバザリアはもう本当にそのビジネスマンだなっていうふうに思いましたと。これなぜかというと、もう、なんていうかな、その、もう売り上げボカーンと作るところでちゃんと作って、そこでちゃんと売り上げを叩き出した後に、マーケットの様子を見て、ああ、もうここ天井だなってなったら、スパッとやめて、ずるずる行かずにね、次の流れっていう風な、なんかそこのジャッジがね、すごいなと思いました。うん。だから、一番わかりやすいのは、まあ、さっきも言った靴で言うとね、今年の秋冬までは、大体、なんとなくさ、まあ、スタイルとしてもそうなんですけども、まあ、トリプル S だったり、そのダットスニーカー、ボリューム感のあるような、スニーカーをこう打ち出してきてるわけで、まあ、もうちょっと言うとね、そもそもダサいとか、オーバーサイズだったり、ダットスタイルね。お父さんが着てるような、なんかちょっと古臭くてちょっとダサいみたいな、そういうのを打ち出してきてたわけですけども、まあその象徴がダットスニーカーだとするのであれば、ずっと18年の秋冬までは、まあそういう流れだったわけじゃないですか、基本的には。それをね、19年の SS で、まあ大体ポンと切ってね。次に行くっていう、うん、これはやっぱりなかなかすごいですねっていうところ、うん、ですね。だからね、あのバレンシアガが、あ、じゃあトリプル S のさ、生産先をさ、あの変えたタイミングも結構今考えるとね、分かってたんだろうなって思います。やっぱりもうここでね、まあ中国に持ってって、ある程度コストも下がったんでしょう。おそらくね。わかんないですよ。推測ですから。おそらくコストも下がったんでしょう。原価もね。で、下がって、で、量産できるっていう体制が整って、で、なおかつそこに価格ちょっと上げて売ってるわけですから。だからもうここで、おそらくもうブランド側からしたら、もうトリプル S、ここでガツッと売るぞっていう、もうその、ジャッジの現れに他ならないんじゃないかなと。だからそこでガーって、ブワッと売って、売り切ってスパッて、ずるずるいかずね、あ、そういうところがね、やっぱうまいですよね、やり方としては。ただね、消費者からするとこれまた難しい問題でね、大変とか難しいなって思います。疲弊しちゃうよねっていうのはあって、流れが早いよね。本当に。このね、象徴的ですけど、19年 SS と18年秋冬までのこの差が。だからさ、19年の SS って、まあ、例えば昨日発表されたわけで、今ってまだ18年秋冬のオンタイムな、オンシーズンなわけじゃないですか。だからこれからも、そういうね、どちらかというと今までのストリートっぽいのも出るし、なんなら買っちゃった人もいると。っていった中で、19年の SS 見たらね、おいみたいな。全然違うじゃんみたいな。あれ ?19 年の SS はちょっともうボリュームスニーカー打ち出さないのか、バレンシア側。ってなっちゃったらさ。大変だよなと思って、流れが早すぎて。でもこれ誰が悪いとかじゃないんだけど、もう時代がそういう時代なんだろうなって思うんですけど、大変だよなっていうか、もう、ってなるよねっていうか。でもまあそれも織り込み済みで、まあおそらくね、デムナバザリアはそっちの方に舵を切ると、もう違うぞと、こっちに行かないともうダメだっていう、こう天井を迎えた、このままねこっちに行くに、天井を迎えて下がってこの方にしがみついててもしょうがないと、もう次だっていう、次の船はこっちだって言ったのは素晴らしいなと思うんだけどね。まあそういうちょっと僕はなんとも複雑ですよね。複雑な、なんか時代だなというふうに、難しい時代だなと、いうふうに思いました。はい、まあそんな感じでね、19年の SS はやっぱ過渡期には間違いないんでしょうけど、その流れに、どうこうストリートっていうのはあれですよ。抗議の意味でのストリートですよ。じゃあ東京のリアルなストリートの、ファッションフリークたちがね、どのように反応して、どんなふうになるのか、やっぱ面白い、そうじゃないですか。過渡期ってのはやっぱ一番面白いですから、何かがこう変わっていくときに、何がどういうふうにどう変わっていくのか。なんかそういうのがね、非常に楽しみな年なのかなと。19年の SS は、うん。そういう意味において言うと。なんかすごい楽しみですよね。どんな風になるんだろうなと。急にもうみんなね、こんなジャケットをこう着出すのかどうか、みたいな。
まあそんなところで、私が思ったね、バレンシアガの新しいコレクションの感想ですね。はい、まだ見てない方ぜひ見てください。見てからもう一回これ見返してくださいと思います。はい、そんな感じですね。では。